じゃあ次はですね、はい、フェミニストのジレンマということで、はい、女性を守るか、うん、難民を守るかっていう記事ですね。これすごい記事です、これ今、はい、世界的にはやっぱ難民が増えてて、はい、ヨーロッパですね、特にね、はい、移民も増えてると、はい、でその中で、フェミニズムもどんどん、こう台頭してるというか、はい、まあ、いろんなバックグラウンドを持った人たちの人権をどこまで、お互いにね、うん、問題なく調整できるかという、そういう話ですよね。まあそうですね、はい、まあ、単純にこの記事の結論だけ言うと何言ってるかというと、はいはい、ドイツで今難民入れてるじゃないですか、はい、女性が結構襲われてるんですよ、難民が入ってくると、はい、その難民にレイプされたり殺されたりする事件が、はい、多発するとは僕言わないですけど、はい、この記事見てみると今は増えてると、増えてます、どんどん増えてる、はい、で結構しかも、はい、象徴的な事件が、はい、うん、結構ショッキングなやつが 2,3 件ここ 2,3 年で起こってるらしくてですね、はい、最も最近だと6月6日、はい、に、スザンナ・マリア・フェルドマンという、はい、これ14歳の女の子ですよ、はい、この子が、ウィズバーデンっていうんですかね、これ僕ちょっとこのドイツ語の地名の読み方わからないんですけど、うん、ここでレイプされた後に、首絞めて殺されてたと、はい、あ、殺されてはいないのか、はい、あのレイプされてとにかくストラングルだからもう首絞められたんですよね、はい、でそういうことをやられたっていうことなんですけど、その2日後にその犯人、はい、20歳の、ね、男なんですけど、うん、はい、しかもその20歳の男はいわゆる亡命希望者という、はい、アサイラムシーカーズなんですけど、うん、はい、この人がイラクのクルジスタンの方に高飛びしてた、うんうん、あ、逃げちゃった、逃げちゃった、なるほど、ね、でこういう事件、あとあの殺されたりとかする事件が、結局、はい、犯罪をやってパッ と高飛びする、はい、高飛びしちゃった、で彼は一応だからドイツに亡命したかったんだけど、うん、まあ、これやばいといられないってことでバッと逃げちゃった、なるほど、でこういう事件がなんか最近 2,3 件なんですけど、はい、結構ニュースになってるらしいんですよ、うん、でこれが、うん、そのリベラルな、いわゆるドイツの中にいる、はい、リベラルでしかもフェミニストの方がいらっしゃる、はいはい、女性の人権を、女性の人権をって言ってる、はい、まあ、言いますよね、まあ、リベラルな人の中 で、 で、ね、ただ女性の安全はおかしくなってきてる、そうなんです、はい、問題はだからそのリベラルのフェミニストの人たちがその多元的共存ってよく言うじゃない、プルラリズムとか、はい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 、共存しましょうよっていう、はい、だからリベラルですよ、あの寛容でいきましょうよっていうのと、うん、女性の人権、はい、あるじゃないですか、やっぱ女性女の子守んなきゃいけない、この2つの中で、はい、ジレンマに、まあ、直面してるって話を、ね、正直にこれドイツの、はい、新聞の編集者の方がこれ書いてるんですよ、難民を入れたらレイプされる率が、まあ、実際上がってる、上がっ、じゃあ俺犯罪率、性犯罪の率はやっぱどうしても上がってて、上がってしまってると、はいはい、いうことがやっぱり事実としてあるということですね、はい、まあ、性犯罪が 50% 上昇して18% が移民だと、はい、その中のね、その中の、はい、はい、だからまあ 50% 上昇してるから、まあ、それは、うん、ドイツ人が悪いってことになるのかもしれないですけど、はいはい、まあ、その中でも移民がやっぱりやってるという、まあ、絶対的な数は上がってくるっていうことですね、まあ、絶対そうだね、はい、数自体は上がってきちゃうってことですね、やってることじゃないですか、はい、でここで問題なのは、そのリベラルなドイツの中で、はい、実際に本当に起こってる事件としては、うん、まあ、いわゆる黒人とは言わないですけど、はい、ここはブラウンって書いてあるんですけど、うん、茶色の人たちがですよ、うん、白人の女性やっぱう、こう、レイプしてるっていう、現実があるんですよ。はい、それは現実なんですよ。現実ね。はい。はい、ただ、それをやっぱり社会的に言うと、うん、ほら、お前レイシストだみたいな感じになるじゃないですか。なっちゃう。なるほど。これがね、やっぱり難しいっていうふうに彼女、やっぱり認めてるんですよ。なるほどね。あと、イスラム教徒が、キリスト教徒をやっぱりこう、やってる。やっちまってるという。はい、これは表現できないというか、そう、その表現の難しさがありますよって言ってました、ね、難しさがあるっていうところですね、これは正直に言ってるなっていうのは、まあ、正直に、あ、はい、そうですよね、去年一昨年か議員で、イギリスの議員も言いましたよね、はい、テロがあると、うん、テロが増えてると、うん、けれども、イスラム教徒がテロリストだとは言わないけれども、うん、テロを起こしたのは全部イスラム教徒だそれ結構スレスレです、スレスレの発言をしてましたよね、政治家としてやっぱりそれはやっぱり言わなきゃいけない、そう、はい、イスラム教徒がテロリストだとは言わないけれども、テロを起こした人は全部イスラム教徒だったという微妙ですよね、だからその、そう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 、はい、それ彼女自身もそれ社会的にこういう実際起こってる現実としては問題がある、うん、はい、でもその問題を指摘するとレイシストって言われるみたいな、確かに、ね、この微妙なジレンマ、そうですよね、これね、はい、難しい、いや、ヨーロッ
パだからそうですけど、日本もこれから分かんないですよってことありますね。日本もいろんな意味でね、やっぱり、やっぱ外国人の方が犯罪率が高いとか、そういう数字は全然出てますよね。であと、犯罪率とかが高いとか、そういう数字はあるけれども、ニュースとしてはそういう統計になってるっていうのはなかなか出さない。いや出せないでしょうね、はい、だからそのやっぱ人権の部分とその現実の部分で、はい、これ、ね、この記事の中で僕素晴らしいなと思ったのは、うん、目の前の現実としてもうイスラム教徒が、しかも新入りのイスラム教徒が入ってきて、はい、すごく厳格に守ろうとするもんだから、はい、社会にそのきしみが、はい、もう摩擦が生まれてるってことをしっかり書いてるんですよ、うん、例えばこれ現実としても、はい、実感してる人たちがいるんですけど、娘を学校ほら入るじゃないですか、で娘可愛い娘なんですけど宗教的に育てたいという、はい、まあ亡命希望者の人たちがいますよね、はいはい、そうすると娘をやっぱりそのしっかり、ま、保守的に守りたいもんだから、うん、遠足とかあると、はい、遠足に行かせないっていうイスラム教徒の親がいるらしいんですよ。あー、なるほどね。でそうするといや学校としては行事だから普通に出てください、いや宗教的に行けませんみたいなことになると、なるほどね、いやちょっとその宗教的な規律どうなんだって話。確かにとか、うん、あと小学校とか行くじゃないですか、はい、で授業参観とか行きますよね、うん、男の親が先生が教師が女性だとなると、うん、その女性と握手できない、挨拶しない、いやそれはイスラム教徒の男としてやっぱり、ね、その他の女性に手出しちゃいけないから。なるほど。そうすると、うん、こういう現実を目の前にして、うん、ドイツ人の親たちとかそういう現場の人たちは本当に実際としてあるんだけど、うん、それをでも公的に言うと非難されちゃったりするから、うんうんね、すごくこのギャップが生まれてるっていうんですよ。なるほど、なるほど。どうしますかって話ですよ、ね。おかしなところに来つつありますね。そう。世の中が。ま、どっちだって言ったらやっぱ自由に話す方が本当は。本当はいいんですけど。いいんでしょうね。だからそれをやっぱことさら強調すると、うん、なんかこいつはレイシストだみたいなことになっちゃうし、特にリベラルの社会、はい、特にドイツみたいなところはそれが言いづらいんで、もう困っちゃうという。ゼノフォビアフォビアが増えていますね。で、僕自身はこれ思うんですね、うん、はい。これ、わざわざ入れてから破綻してるわけじゃないですか。はいはいはい、そもそも破綻してるっていう考えじゃないかという。確かにね。まあ理性の先走りですよね。はいはいはい、まあとにかく、いや、労働者足りないからトルコから入れようと。とりあえずね。で、そのうち返せればいいだろうと思ったら、帰らない。その場。で、摩擦がガーッと生まれて、いろんなとこにこう出てきてっていう。本当その辺先に考えて、まあ、先に考えて理性的に入れてなんとかできるだろうと思ってたのかもしれないですけど、人間が例えば居座るとか、その社会、いや、向こうに家族がいるとか、そういうとこを考えずにですよ。やっちゃったっていうのは、はい、これ今更こうギャーギャー言ってるのって、まあお前らのせいだよなとしか言いようがないというか、はい、うん、ちょっと突き放した意見ですけど、そうですね、俺難しいですよこれ、はいはい。いや、和田さんが異性者だったらどうしますこれ。まあ基本的には禁止ですよね。禁止。移民を入れる数を相当調整しないと、バランスが崩れると、うん、やっぱり何が起こるかわからないっていうのが、それはね、実際でもほら最近愛知県でも運動会今なんかもうポルトガル語を入れてやってるとかあるじゃないですか。地域によっては、そう、地域によっては、英語となんかブラジルから来てる人とか多いというのもありますよね。だからドイツ、まあね、もちろんリベラルの価値観で入れたのかもしれないですけど、うん、そのリベラルの価値観の中にすごいとんでもないやばい副作用があるってことは、はい、もう少し考えられなかったのかなっていうのは本当残念に思いますね。がっつり勉強したいなという人はですね、まずどこから始めるかというと、戦略の階層、ここから入ってください。戦略の階層に当てはめていろいろ人生を見ると、自分のビジネスを見ると、国家戦略を見るというふうにしていただけたらと思っています。そしてリアリスト、入門ということで、リアリストを勉強するということがこれからは重要というか、まあだいぶ前から重要だったんですけど、はい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 、いやもう常に重要なんですけどね。リアリストについての話を、はい、書いてる本も日本にはなくてですね、はい、リアリズムよく分かってないままリアリズムっていう感じに出てるんで、はい、じゃあ奥山さんがまとめましょうということで、CD にしました。そして最近出したルトワックのクーデター入門に学ぶ、何が起こるか分かんないと。まあ本の特徴は、本自体のね、クーデター入門の方は重要なっていうか、あれマニュアルなので、どうやって封鎖するかとかそういうのを書かれてるんで、それはちょっと本当にはエッセンスとしては
日本に住んでてはいらないよねと、そのマニュアルはいらないよねという人向けに作ったのがこれです。いざという時には逆にね、対抗する勢力の側は使うっていうのは分かる、分かりますよ。でもその概念をのエッセンス、こう戦略としてどういうふうに考えるかっていうのをまとめたのはこっちの CD であって、それもエッセンスが入ってますってことですね。